長門市営屋地区では本州最西北端の甲津具半島を中心に約600ヘクタールもの一大棚田地帯が広がっております。1999年に農水省が発表した日本の棚田100選では、当時全国117市町村134地区の棚田と並んで湯屋の東後畑地区にある棚田が選ばれました。棚田は通常山間部にあることが多いのですが、この地区は半島部分の丘陵地が海岸近くまで迫っているため、眼下に日本海を望むことができます。到着。ちょっとブラブラしています。ため池も百選みたいですな。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね。